ではトレリンです一気に気温も下がり本格的に冬らしくなってきましたよね,、はい、そ,ねそこで今日はこの冬注目のトレンドファッションを紹介しますイオンモール宮崎サウスモール1階の H&M にやってきました店内には可愛いお洋服や小物がたくさんあって見ているだけでワクワクしますよね 今日はこの冬おすすめのトレンドファッションを教えていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。しゅんすけさん、H&M といえば可愛い,いお洋服が気軽に楽しめる価格で買えるっていうのが魅力の一つですよね。はい。レディース、メンズ、キッズともにトレンドアイテムから定番アイテムまでうん、うん、ファッションとクオリティを最良の価格でサスティナブルに提供させていただいております。 この冬も新作アイテムが多数ご用意ございますのでぜひお楽しみされていてくださいお、では早速ですがこの冬おすすめのアイテムを教えてくださいはいわかりましたまずおすすめなのが、はい、こちらのチャンキーニットハーフジップセーターですかわいいですねはいありがとうございます H&M の冬のトレンドマストアイテムチャンキーニットがハーフジップになって新登場しましたはい、はい この定番のチャンキーニットにトレンド感のあるジップアップを合わせることで今年らしいデザインになってますね。はい、そうです。可愛い,いですよね。はい、可愛い,いです。はい、続いてこちらのリブニットセーターもおすすめです。これもいいですね。はい。ポイントとしては通常のニットよりも今年らしく少し丈が短くデザインされています。えー。 に短いですね。今年っぽいです。色も3色展開で可愛いですよね。はい、可愛い,い。はい、では続いてハイウエストのテーラードパンツです。あ、スタイリッシュですね。はい、こちらウエストがゴムになっていてうん、うん、センタープリッツも入っていることでラインがとても綺麗に見せることができるパンツとなっています。そしてこちらハイウエストでワイドシルエットっていうのはトレンド感がありますよね。はい、そうなんです。 可愛い,いですよねはい、履いてみたいですはい、そして定番のチャンキーニットですすごい、カラーバリエーションが豊富ですねはい、そうなんです今年も新しい新色がいくつか入荷させていただいておりますえー、新色出たんですねはい、そうなんです本当にこちらのチャンキーニットって人気ですよねはい、そうなんです 毎年の定番アイテムなんですが、はい、その年のトレンドに合わせて。若干の、えっ、ー、と、形の変更をかけさせていただいております。ええー、そうなんですね。細かい部分までこだわって作られてるんですね。そうなんです。そして、この冬のトレンドアイテムを取り入れたおすすめコーデがこちら。はい。では、こちら。 トップスに着ていただいているのが先ほど紹介させていただいたチャンキーニットのハーフジップセーターですこちらのハーフジップセーターは一見カジュアルな商品になるんですけどこういったきれいめなパンツと合わせることで少しクリーンなイメージにアウトフィットすることができます続いてもう一つのおすすめコーデがこちら こちらのキルティングジャケットを取り入れたスタイルもおすすめですキルティングジャケットは厚みのあるダウンとは違いスマートでスタイリッシュな雰囲気が人気のアウタージャケットです緩やかなドロップショルダーでルーズフィットなデザインが今年らしいポイントだと思いますそしてこちらもトレンドカラーのグレーのニットを合わせたコーディネートとなっていてパンツにはこちらも今年トレンドのフレアスタイルをレギンスとして合わせています 今日はこの冬おすすめのトレンドファッションをご紹介しました新しいお洋服や小物で寒い冬も楽しく過ごせそうですよね皆さんもこの冬おすすめのトレンドファッションを楽しんでみてはいかがですか